疲れたら大丈夫頑張るよ <laughs> なんか普通に体力が昔からなさすぎてどうしようかなって思うことばっかりクライムクらかわいもちゃんありがとう <laughs> 申し訳ないくらい意味で。ちょっとね、ダンスあった後もね、アドバイスをいただいてたりしてね、遅くなっちゃって。いや、アドバイスが。なんかね、申し訳ない。全然、なんかでもなんか自分は本当にもともと体力ないんかなって感じ。なんかね、ご飯もちゃんと食べてるし、なんか寝てるし、なんか、なんかちゃんと、なんか、 やってるけど、私体力がないって。でもなんか今日はね、マジでもう12時間ぐらい踊ったんですけど、僕は今日なんか謎に元気だったんですよ、夜。なんかもうなんか、疲れを通り越した元気みたいになってて、なんかすごいニッコニコでニッコニコです、なんか踊ってた。<laughs> そう。私水泳するとか、 水泳か。やりたくない水泳。私、っ水泳本当に苦手だからな。水泳したらいいのか。体力つくんだね。なんかまあ、いつか時間があれば水泳してきますね。ナイトプールしようって。 どこあるん逆にもうどこにあるかすら知らないよ。おナイトプール。プールでウォーキング、えー、よくしてる方いるよね。そこ健康のためなんかなっていつも思いながら見とったよ。いやもう、そもそもな、本当に溺れたようにしか泳げないから、 ニンニクとか肺活量とかもう肺活量もなさすぎですしな体が凝ってるともう凝らないよ体なんかまあ腰はもともと良くないんですけどなんかねもうね肩とか凝ったことないですまだ多分いずれ凝るんだろうけど なんかね、あんまりね、足とかもあんまりむくまないですね。あと最近は、すごい汗かくようになって、代謝良くなったんかな、みたいな。なんかすごい。なんか冬はまあ手足寒いけど、夏とかも暖かくなったよ。それでも成長ないの。え、ね、生体さん行ったことある。けどなんか、 すぐやめちゃった <laughs> またねなんかまたいろいろ落ち着いたら行きたいですね筋トレ筋トレでもねしたいです体重増やしたいのでちょっとはちょっともうちょっとね絶対年をねとっちゃうと腰,腰とかもう,もう今の時点で腰が悪いのでもう。 おばあちゃんになった時どうしようって思うくらい腰怖いですね今からもうなんかすごいことにすごい痛,痛めてそうで怖い珍しいこと言うね本当なんかこうやって言うとすごいよくなんかね なんか、何言ってんのみたいによく言われちゃうんですけど。そう。なんかそう、太れなくてガリガリすぎて逆に。なんかそう、逆に、それはそれで良くないんですよね。<laughs> ひょろひょろみたいな、もうなんかもやしみたいな感じだからさ、もかは。なんかそれは、本当になかなか言えない悩みでもあるけど、本当に悩みなんだよね、最近。自分の、 鏡で自分の体見るたびに本当に嫌になるそう,羨ましいですそ,うそう言われるんだけどねなんかそうそうなんか桃がなんか失礼なこと言ってるみたいに思うかもしれんけど本当に本当にそんなことないからそれはそれで悩みなんよ 全然わかってもらえないけど。ちちち。 まあでもこの悩みはほぼ言わないですね、あんまり。あんまり伝わらないから意味が。もパパもね、スマートだよ。パパもだってなんか、その、細いから筋トレしてたもん。だからもっかも筋トレ頑張ろうと思って。 誕生日おめでとうパスよセクシーな <laughs> 分かんない <laughs> 分かんないけどでもなんかパパが筋トレ始めてから前よりなんかねあれなんですよ前よりねなんかやっぱりその 筋肉がついてお肉がついたように見え,る見えたよつきにくいけど細い人はやっぱりこんばんはいやそんなムキムキではないよ <laughs> ちょっとあるくらいでそんな <laughs>。 細い人はめっちゃやってもあんまムキムキになれんと思うすっごいムキムキには絶対なれないバイキントレしてないのに体格よくな,るなってるんやけどどういうことえ逆にいいじゃんそれいいじゃないですか 早い今何分だ姉線細いね。でもなんか、お姉ちゃん細いけど、いい細さなんですよ。うちの姉は。なんか、そうなんよ。なんか、理想の、理想の細さが、うちのお姉ちゃんなんですよ。なんか、ガリガリな、ガリガリだけど、なんか、いいガリガリな。 伝わらんそう女性らしいガリガリはいいんですけど子どものガリガリはよくない私は私タイプはよくないから、まあ、それは年齢的にもあるだろうけどうんもう二十歳ぐらいになってそうなってることを祈ってますなんかもうそれはもう遺伝だからねたぶん。多分 お肉をつけることは努力次第かなって思うツイッターで載せてた写真がちでかかったえー嬉しいみんな見てね し黙っててもついてくるお肉そう祈ってますけどね今よりはお肉つくことをちょっとはちょっとつくことを祈ってるけどなんか服が似合わないんですよねこの体型だったんまりなんか短いのが似合わない長いロングスカートとかは似合うけど短い服マジで似合わん着てみたいけど リアワンってよく言われるから着ない <laughs> 着たい着るときもあるけどそうそうワンピースとかだね私ほとんどもうもう隠そうって感じ体型隠そうっていう感じでいつもロングとかですね布スカートも着てみたかったよもっとちゃんとあそんなこと言うのは本当に 桃カの,のことを思ってその友達とかじゃなくて私が聞くんですよねまずどう私似合うっていうのをよくママとかに聞いてなんか正直に言ってもらうみたいな「そうじゃないとだ」って外出た時にさ自分がなんか嫌な思いするっていうかそう見られるっていうのが客観的にわかんないから嘘つかれてたら。<laughs> <laughs> まあ私が言ってくださいって言ってるんですよ正直な感想を <laughs> そういやお姉ちゃんもね私が真剣に聞いたら正直に答えてくれるよだってやっぱ似合う服着た方がさいいじゃん そう、だいっいてそうなんかそうそうですね眠い今日早く寝ようでもその前に夜ご飯めっちゃ食べようと思ってるもうマジで食べようと思ってもう大量に食べるね <laughs> 大量に食べるマジ今日まだサンドイッチしか食べてないの サンドイッチとからありくんとアイスしか食べてない今日一日であんま時間なくてしらす丼食べたいコンペートマークさんとってありがとうタンポポのお酒さんほじいありがとう前田けんですさんシャバンダムありがとうケイシェティンさんハイビスカさんありがとうエイトさんあわあわありがとうタンポポのお酒さんあわあわの鉄板ありがとう まえど、チンテさん、かわいありがとう。チンシティーさん。あわわありがとう。ジューもありがとう。ドラガンさん、よく頑張ったありがとう。プリンさん、星ありがとう。ターンさん、星ありがとう。ハートもありがとう。コーチケさん。シャボン玉の、鉄砲、ありがとう。ドラガンさん、よく頑張ったありがとう。ラッピさん、ありがとう。ターンさん、あわわありがとう。えー、っと、ブンナさん、あわわありがとう。ターンさん、お疲れありがとう。 ペシティーさん、誰もありがとう。テルさんはありがとう。ラスカルさんとかありがとう。かわいもありがとう。ピリリさん、はあわありがとう。ダースさん,さ,んいいーさん、バラありがとう。カピパナミキアさん、かわいありがとう。ゆずるさん、バラありがとう。ずっとりたろうさん、アイスさんありがとう。リッチさん、かわい,いありがとう。えめいちしたくはながたい。ピピピピピさん、ありがとう。わわわ。ビョンちゃんさん、わあわありがとう。ドラガンさん、わあわあありがとう。ゆきあきたさん、わあわあありがとう。ゆうすけさん、わあわあわの鉄砲ありがとう。 配信見逃すとこだったごめんねカラーリくんレギュラーチーズ無かったあ、まあああ偏ってるそうそうでしょ ちゃんとした食べたいけどその作る時間もないからえへって言ったからいつも偏っちゃいますね緑出たきま13位の P さんありがとう12位のぴょんちゃんさんありがとう11位のゼロさんありがとう10位のピリリさんありがとう9位のコチキさんありがとう8位のきびだんごひこにさんありがとう7位のふみあたまくふさんありがとう6位の MH たくまのぐーたりピピピピピさんありがとう 息切れしてきた <laughs> 疲れておる5位のタらえもさんありがとう4位のケンセティンさんありがとう体力つけるために一緒に走るから絶対しない <laughs> 走ります私結構自給走得意ですよ <laughs> 3位のタンポポのおさきさんありがとうモーちゃんとシマント川ナイトプールデートしたいええー、そんなあるんありがとうすごいきれそうだね2位のドラガンさんありがとう暗闇でも光り輝くモーちゃん優しいありがとう お父さんありがとう。割と一緒にオフ風呂入ったら体力つくかも。いや、それは、それはどうですかね <laughs>。もう、どういう発想 <laughs> あれ、今の多分きっとパパ見てる。きっとパパが配信見てるけ、絶対もう今の発言バレてたから <laughs>。分からんけど。 やちゃんの心が心配心配ややちゃんもさっきしんどそうだったあらあら、まあ、みんな今はね多分ね覚える最終の時なのでちょっとつらいってなってると思うけどきっと本番ではみんな笑顔<笑>そうだねみんなもうここはね越えなきゃいけない壁を私も <laughs> 私もあと3日間頑張ろうって思う 超えたらいいことが、いい、いいものができるから頑張りましょう応援しててくださいだかしかも明日はねみんなメンバーのメンバーのね明日の ST チャンネル見てくれます 浴衣だよみんな23人の浴衣見れるんよいやなので見てね浴衣お披露目だよちゃんと見てよ二十三23人浴衣見たい見たいぜひまあ私だけを見てください待ってますバイバイ またね、今日はなのでね、めちゃくちゃ寝ます。めちゃくちゃ寝ますね。めちゃめちゃ寝て、明日めっちゃ笑顔で、浴衣着て、可愛く頑張るので、見てください。<laughs> もう、ろれつが回らないよ。あやすバイバイ。ありがとう、今日も。バイバイ、バイバイ。またねー。おやすみ。